にちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、コメントをいただきまして、ちょっとそちらを読んでみたいと思います。いつも楽しみに見ています。アドリブができないので、とにかくアドリブのコピーをしようと小川さんの10ヶ月前くらいにたくさん上がっている動画をよく見ています。リクエストなのですが、ゆっくりにしても聞き取れないところがあるので解説いただけたら嬉しいです。応援しています、ということでありがとうございます。でなんやかんやありまして、キュートの、解説が、やっていただけたら嬉しいです、ということで、キュートの解説をしていきたいと思います。でゆっくりにしても聞き取れないところがあるのでってことだったので、僕もね、何度かその後聞いてみたんですよ、自分の演奏を。そしたらやっぱ聞き取りづらいんですよね。で解説しづらいなって思ったんですけど、これなんでかっていうと、僕あらかじめこう弾きたいフレーズって何個かあるんですけど、それを弾こうとしたらタイミングがずれちゃって弾けなかったんですよ。でそれ穴埋めする形で弾いてるんで、まあなんかこうなんていうんですかね、焦って突発的に出たフレーズなので、自分の手癖でもないし、こんなのできちゃったみたいな偶然の産物の部分が何個かあったんで、こんなの自分で弾いてたんだって今聞き直してみて、ちょっと自分でもびっくりするようなフレーズがあったんですけど、まあそんな感じのところだったんで、ちょっとミスタッチとかもあったんだと思いますね。なので聞き取りづらいし、音になってんのか、そのミュートの音なのかっていうところもあって聞き取りづらかったんだと思います。なので今日は本来僕がどうやって弾きたかったか、どういうフレーズをここで持ってくるべきだったかっていうのを解説しながら弾いてみたいと思います。なので今日もね、コードごとに思いつく限りのフレーズを全部弾きますので、もう僕のフレーズを全部出すからもう恥ずかしいんですけど、これしかなかったみたいな、こんなにフレーズが少ないのに弾けるんだって思ってもらえればこれぐらいのやつでもこうやって弾けるんだっていう勇気を、持っていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ早速行ってみたいと思いますね。じゃあコード進行から見てみましょう。キーが C ですね。なので最初 D マイナー、 D マイナー7、まあこれは2 7、 G7、5度7。 C は、トニック、A7 6度7ってことで2516ですね。2516なので、もう2516を練習していれば、ここは2516フレーズみたいな感じで手持ちのフレーズを弾いていただければいいと思います。でまあコードごとに、ひたすらちょっと弾いてみますね。じゃあまず Dm全部吐き出します。ここでフレーズっていう動画も上げてるんで、そちらに今思いつかなかったやつとか、多分こういうのもあったのかな。だんだん思い出しますね、こうやって話しながらやってると。であ
とはなんだろうな、こういうのもあるのか。そうですね、まあ、こんな感じで今 Dm だけで思いつくフレーズ出しました。で次 G7 5度ですね。まあこれはドミナントフレーズなので、ドミナントフレーズの動画を見ていただければいっぱい出してあると思うので、一応弾いてみます。ドレミファソラシドも C メジャーフレーズだから、こういうのもどこでも弾けるように、しておくといいと思いますね。 C メジャーフレーズで次 A7 ですね。あとは、などなど、こうやって2516だけで、これだけフレーズが出てきて、でこれ全部曲中に弾いたら曲なんて成り立たないので、これはこれで、いっぱい出すって練習でやっといて、いざ本番はもう2516っていうフレーズを自分であらかじめ作っとくんですね。なので、もう僕はねこうやってやってます。ワン、ツー、スリで今2516なんですよ。ちょっと曲に合わせてみますね。という感じでちょっといろいろ混ぜちゃいましたけども、2516って言ったらこれっていうのをもう作っとくんですね。まあ最初にやったコードごとのフレーズってのは、まあ基礎体力をつけるというか、コードごとにどういう音を使ってるのかっていうのを自分に、教え込む、体に教え込む練習ですね。なので基礎体力です。ランニングとか縄跳びとか筋トレとかで、今やった2-5は実践ですね。実践の時は基礎体力の練習とは違って実践向けの練習をするので、あらかじめ、弾くネタを作っといて、で
つなぎとかつなぎ目、接着部分ですね、コードとコードの接着部分のところとかも考えて作っとく。それを何度も何度も練習する。でこれはまあ実践の練習なので、まあ練習試合とかボクシングだとスパーリングとか、そういう練習の仕方ですね。なので基礎体力をつける練習と実践向けの練習を、やっとくといいと思います。で最初の4小節2516はこんな感じでやってください。で次は、2段目ですね。Dm7 G7 Gm7 C7 とくるんですけど、ここはね、あの最初2-5ですよね。 Dm でもその後 C が来ないってことは、これ解決しない、2-5で、解決しない2-5は2として考えちゃってもいいってことで、 Dm、Dm って考えちゃっても大丈夫です。なので G7 6小節目の G7 は 2Dm でも大丈夫、もしくはドミナントフレーズ使ったとしても途中で終わらせるとかね。でここまで弾いちゃうと、まあ C に行った感が出るので、とか止めたりあたりで止めたりとか、なんかこの辺で途中で止めるっていうのも一つの手だと思います。で Gm7 行くと、あ、まあ最初の Dm7 で Dm フレーズなので、まあ、最初にやったこの辺を弾いとくといいと思います。もしくはこうチャッチャーって裏技ですね、コードをチャッチャーってやるともう2小節すぐ過ぎちゃいますから、こんな感じでここ乗り切って Gm7 ですね。次はでここは3段目の F メジャーに行く2-5になってるんですね。 Gm7F っていう2-5ですね、なのでここは、Gm7F っていうフレーズを弾くんですね。さっきやった DGC のそのまんま平行移動しただけですね、なので、まあ、ここも一応いっぱい弾いときますね。でこの Gm7 もチャッチャーって弾いてあげると、次に2-5いくぞっていう感が出るので、なんてね、こうチャッチャーって入れると、少し気持ちが楽になります。でまあそんな感じでやっていくと曲がどんどん過ぎていっちゃいますね、なのでここのネタはさっきやった、Dm7Gc のネタを平行移動すれば大丈夫ってことですね。でこれで3段目に行きました。 Cm7 でここでもう F になった瞬間に C のキーに戻るので、4度ですね。でその次の Fm6 になってますが、まあ Fm でいいですね。 Fm で、これは4度マイナー、サブドミナントマイナーなのでサブドミナントマイナーフレーズを弾きます。このフレーズも動画に載ってますので、他の動画にそちらを見てください。あとはこの辺ですね、こういったサブドミナントマイナーフレーズを弾いて F6 では、その後 C に
解決しますね。サブドミナントマイナーはドミナントなので必ずトニックに行きますので C、まあ、C メジャーフレーズですね。でまあここは2拍しかないのでこんなもんで、E7、 これは次の Am7 に向かうためのドミナントですね。で2拍しかないのでまあっていうフレーズも入らないので、まあ、Am の3度を囲うぐらいでいいと思うんですよね。もしくはルートを囲うぐらい、もしくは弾かないとかね別に E7 無視しちゃっても大丈夫だと思います。はい、で Am7 に行くと Am フレーズを弾きます。もしくは、先ほどの D マイナーフレーズを A マイナーに移動しただけです。なので、まあ、ここのフレーズはこの D マイナーのフレーズはここに弾きにくいけど。ここに移動して弾けるし、この D マイナーで弾いたフレーズはこっちの A マイナーで弾ける。 A マイナーということで、簡単ですね。平行移動するだけなので、そのまま D マイナーフレーズを A マイナーフレーズで使ってください。で今度1括弧4段目ですね。 F シャープマイナー、どうしようかな、こうか。 B7 E メジャー、これはもう E メジャーの251ですね。なので、先ほどやった、251フレーズ一番初めの D マイナー G C7を、F シャープマイナーだからここですねに移動しただけ、平行移動ですね。なのでもう初めの4小節が弾けてると後のがほとんど弾けるってことですね。平行移動させるだけ、まあ、一応いっぱい弾いておきますね。 B7E7 か。B7。B7、F シャープマイナー、 B7、 あ、こっちか、のフレーズをここで弾きます。で A7、 これはリピートするんで D マイナー、頭の D マイナーに戻るための A7 ですね。なので2516の6のフレーズを弾けばいいですね。で頭に戻って同じことを繰り返します。 D マイナー G C A7 D マイナー、どうしようかな。で G7 もD マイナーフレーズを弾いちゃって大丈夫ってことで、で G マイナー C7 F メジャー F マイナー6サブドミナントマイナー C E7
シャープマイナー、あ違う、今度は2カッコいくんですね。2カッコは D マイナー、2516ですね。2カッコも2、5 4 1で A7 6でまた頭に戻るような形で一周が終わります。ちょっと急いで解説しちゃいましたけど、ざっとこんな感じです。で今やったのが基礎体力ですね。コードごとにフレーズをいっぱい出す、まあ、そもそもこの今回の曲は最初の4小節2516が弾ければ平行移動するだけなんで、なんだこんなぐらいの、フレーズの数で曲って弾けるんだって、こんなやつでも弾けるんだから俺でも弾けるだろうっていう、ちょっとこう勇気出てくるじゃないですか。という感じで、じゃあちょっと一回だけデモ演奏してみます。ゆっくりとですけども弾いてみました。まあこういう感じでやってました。あとはね、その場の雰囲気でちょっと遅らせちゃって、わざと遅らせてみて自分がどんなフレーズ弾くのかなってこう試しながらやったところもあります。なんかちょっと追い込むっていうんですかね、わざとここ弾かなかったら次自分はどんなフレーズ弾くんだろうっていう実験的なのも踏まえてやって、何度か弾いてなんかかっこいいなと思ったのを多分アップしたんだと思います、10ヶ月前の僕は。ということで、参考になりましたでしょうか。こんな感じで、いつも僕は考えながら弾いてますので、ぜひ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 、参考になったら幸いです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。